これより後半戦に入ります。第3クォータープレーナンバー3-1西宮キックオフ。後半戦はトライアクシスチェスターズのキック1番西宮ブルーインズのキックオフで後半戦開始となります。アウトオブバウンズ、外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームジェイスターズは5ヤード下がっての蹴り直しか、ボールが出たところから5ヤード前進したところからの攻撃にするか、あるいは自陣35ヤードからの攻撃を選べます。キックオフのアウトオブボーン、西宮5ヤード下がってキックオフをやります。ジェイスターズ5ヤード下がってのリキックを選択しました。西宮ブルーインズ、キックオフのアウトオブボーンズの反則、キックオフしたボールが直接サイドラインを割りますとこの反則となります。西宮ブルーインズは5ヤードを渡した地点30ヤードからキックをやり直します。プレーナンバー3-2、西宮キックオフ、先ほどのキックオフのリキックになります。キック開始地点30ヤードからのリキック、キッカー1番。ジェスターズリターン、ジェスターズ陣35ヤード付近でボールデッド。キッカー1番木下選手のキックオフで後半戦開始。これをトライアクシスジェイスターズリターナー7番堀選手が20ヤードをリターン、ボールをリターンした地点自陣35ヤードからトライアクシスジェイスターズファーストアウト。プレーナンバー3-3、ジェイスターズファーストアウト、ボールオン自陣35ヤード。成功。クォーターバック6番、ワイドレシーバー9番にパスを通し、約7ヤードゲイン。プレーナンバー3-4、ジェイスターズ自陣40ヤードからセカンドダウン5。成功。クォーターバック6番、ワイドレシーバー5番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。ジェスターズファーストダウン。トライアクシスジェスターズクォーターバック6番上西選手からワイドレシーバー5番広瀬選手へのパスが成功。5ヤードゲインしファーストダウン獲得です。プレーナンバー3-5、ジェスターズ自陣46ヤードからファーストダウン10。ランニバック31番トスを受け、左オープンへのスイーププレー、約4ヤードのゲイン。プレーナンバー3-6、ジェスターズ自陣49ヤードからセカンドダウン7。ナイスラン、ファースト。ランニバック4番、ハンドフォーから中央突破、右に大きく展開し、ファーストダウン獲得です。ただいま
負傷した選手を保護するためレフリーによりますタイムアウトが取られております。先ほどのプレーはトライアクシスジェスターズランニングバック4番佐藤選手のランプレーで15ヤードをゲインしファーストダウンを獲得しています。プレーナンバー37ジェイサーズ相手陣37ヤードからファーストダウン点トライアクシスジェイサーズ敵陣37ヤードからファーストダウン点パスは成功パス成功ヒッワイドレシーバーへのキャッチアンドランを狙いましたがこれは逆に1ヤードロスターゲット9番宮城選手へのパスは成功しましたがこのプレーでは1ヤードのロス1ヤードボールを後ろに下げていますプレーナンバー3の8ジェイサーズ相手陣38ヤードからセカンドダウン11パスダウン獲得までは11ヤードパス成功レシーバー7番にパスを通し約8ヤードゲインプレーナンバー3の9ジェスターズサーダウン3ボールオン相手陣30ヤードワイドレシーバー9番ラテラルパスを投じられ慌ててカバーしましたがこの結果大きくロストライクスジェイサーズバックパスここでホイッスルですの解釈の変更です。バックパスだと思いましたが一旦ディフェンスに前パスが弾かれて飛んだボールでした。したがって前パスの失敗によりパス不成功ディフェンスの選手に当たりましたのでパスインコンプリートとなります。ボールは元の位置に戻りましてプレーナンバー3の10ジェイサーズフォースダウン3プレーを選択します。ギャンブルクォーターバック6番パスを投じようとしてスクランブルしかしここでタックルをされゲインした距離を確認します。ファーストダウンには至っておりません。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代ターンオーバークォーターバックがボールを持ちましたがファーストダウンには届かずここで攻守交代となります。攻撃は西のリアグリーン自陣28ヤードからファーストダウン点プレーナンバー3の11西宮自陣28ヤードからファーストダウン点
成功。バックゼロ番ワイドレシーバー11番のパスを通し約9ヤードのゲイン。ミッションアグリーンクォーターバック0番前田隆二選手からワイドレシーバー11番大林正史選手のパスが成功。ファーストダウンを獲得しております。ファーストダウンを獲得しております。プレーナンバー3の12、西宮ファーストダウン10、ボールオン自陣38ヤード。ジェスターズナイスです。中央へのランプレーでしたが、これはジェスターズがアジャストし約3ヤードロス。ブレインズ中央のランプレーでしたが、これはジェスターズ。プレーナンバー3の13、西宮自陣35ヤードからセカンドダウン13。西宮ブレインズセカンドダウン。ナイスキャッチ、ファーストダウン。クォーターバック0番、2つの上のパス、これを85番飛びかかるようにキャッチし、ファーストダウン。前田隆二選手からこれで大会で85番片山武弘選手のパスが成功。選手は佐々木虎之介選手のパスが成功。プレーナンバー3の14、西宮ファーストダウン10、ボールオン相手陣46ヤード。クォーターバック0番、ハンドオフプレーから自らキープ。3ヤードゲイン。クォーターバック0番、前田選手自らボールをキープ。3ヤードから4ヤードほどゲイン。タックルしているのはトライアクスジェスターズ。プレーナンバー3の15、西宮相手陣43ヤードからセカンダウン7。西宮ブルーインセカンダウン。パス成功、ファースター。クォーターバックゼロ、プレーアクションからワイドレシーバー86番へのパスを通し、ファーストダウン獲得です。ここでウォーターブレイクです。先ほどのプレー、西宮ブルーインズクォーターバックゼロ番前田選手からワイドレシーバー88番山田正史選手のパスが成功。パスダウンを獲得しています。先ほどのパスはターゲット88番でした。失礼しました。フィールドでは水分補給のためのウォータータイムアウトが取られています。プレーナンバー3の16、西宮相手陣33ヤードからファーストダウン10。ウォータータイムアウトが終了しまして試合再開です。西宮ブルーインズファーストダウン10。パス不成功。バッテリーコンプリ。クォーターバック0番、プレーアクションから右にロールアウトし、パスを投じようとしましたが、ターゲット見つからずパスを投げ捨てました。成功。レフェリータイムアウト。負傷者のためにタイムアウトを取ります。
プレーナンバー 3-17 西宮相手陣33ヤードからセカンドアウンテン。クォーターバック0番 QB ドロー、約3ヤードのゲイン、失礼、約5ヤードのゲイン訂正します。西宮ブルーインズクォーターバック18番近藤良介選手の、失礼、クォーターバック18番でした、失礼しました。5ヤード、プレーナンバー 3-18 西宮相手陣28ヤードから3ダウンファイ、ファースダウン獲得まで残り5ヤード。パス成功、パスだ、クォーターバック0番ワイドレシーバー85番にパスを通しファースダウン獲得です。ワイドレシーバー85番佐々木虎之介選手のパスが成功、ファースダウンを獲得しています。プレーナンバー 3-19 西宮相手陣22ヤードから新たに4回の攻撃開始です。西宮ブルーインズバスタンテン、ランニーバック2番トスを受け左オープンへのスイーププレー、西宮ブルーインズランニーバック2番野々垣優希選手、ゲインは約6ヤード。ドライブのプレーで6ヤードゲイン。西宮ブルーインズセカンドダウン、プレーナンバー 3-20 西宮相手陣16ヤードからセカンドダウン4、パス成功、ファースダウン、ファースダウン、プレーアクションから右にボールを落とし85番にパスを通し、ファースダウン獲得です。ワイドレシーバー85番佐々木選手のパスが成功、ペナヤルゲイシーファースダウン獲得です。西宮ブルーインズゴール前9ヤードから4回の攻撃開始、プレーナンバー 3-21 西宮ファーストダウン2ゴール残り9ヤード、ゴール前9ヤードからファーストダウンゴール2ゴール、中央へのランプレー、しかしこれはアジャストされ原因はなし、キャリア1番木下選手がボールを持ち1ヤードゲイン、キャッチしたのはクライマックスデスターズラインバッター44番林選手です。プレーナンバー 3-22 西宮相手陣9ヤードからセカンダウン2ゴール、西宮ブルーインセカンダウンゴール2ゴール、パス成功、クォーターバック0番パス成功、リアクションから西宮ブルーインズコートバック0番前田選手から最低91番高橋選手のパスが成功、ゲインは8ヤード、ゴールには1ヤード届いておりません。プレーナンバー 3-23 西宮相手陣1ヤードからサードダウン2ゴール、西宮ブルーインズゴール前1ヤードからサードダウンゴール2ゴール、中央へのランプレー、しかしこれはエンドゾーンに届いておりません、フォースダウンとなります。
プレーナンバー3の24、西宮、フォースダウントゥーボール、残りインチ、プレーを選択します、ギャンブル。1ヤードからフォースダウン。中央へのパワープレイ。タッチダウン。タッチダウン。ランニバック22番、中央のミッションタイヤとの中央パワープレイ。味方のラインを仕掛けるように中央突破し、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。ミッションタイヤブルーズ、タッチダウン。第3クォーター6点を追加。これよりドライブポイントです。西宮6点獲得。プレーナンバー3の25、トライ4ポイント。キック成功、1点追加。西宮ブルーインズ28点。トライアクシスジェイサーズ0点。プレーナンバー3の26、西宮キックオフ。キッカー1番。7番リターン。ジェイスターズ陣25ヤード付近でボールデッド。先ほどタッチダウンしました西宮ブルーインズ、キッカー1番木下選手のキックオフで試合再開。これをトライアクシスジェイスターズ、リターンが7番堀選手が約5ヤードリターン。タックルしたのは西宮ブルーインズ4番菅谷選手でした。トライアクシスジェスターズ、ボールをリターンした地点自陣25ヤードからファーストダウン権。ボールオン自陣25ヤード。トスをしての右のプレーのランプレー。キャリア27番、大上選手のランプレー。ゲームは約2ヤード。プレーナンバー3の28、ジェスターズ自陣26ヤードからセカンドダウンライン。パス不成功。サードダウンに変わります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりまして、西宮ブルーインズ28点、ここで第3クォーターの終了です。攻守方向入れ替え、第4クォーターに移ります。世界人アメリカンフットボール協会主催